キーラン・リードは、ニュージーランド出身のラグビーユニオン選手。ポジションは、ナンバー8、フランカー、ロック、キアラン・リードとも、1985年10月26日、ニュージーランドのオークランド郊外のパパクラで生まれる。身長193センチメートル、体重110キログラム。少年時代を、カウンティーズ・マヌカウ州の小さな町、ドゥルーリーで過ごす。 ローズヒルカレッジ在学中、スポーツ万能として、名を馳せ、生徒2000人の学校で、ヘッドボーイに選ばれ、スポーツマン・オブ・ザ・イヤー、さらにスポーツオール、ラウンダー・オブ・ザ・イヤーなどを受賞する。リードは、クリケットの実力も、折り紙付きで、そのまま続けていれば、ブラック・キャップスにも入れたであろうというほどであったが、カレッジ最終学年に、ラグビーに進路を決め、カンタベリーラグビー協会が、 中場引にリードを獲得する。2006年にニュージーランド州代表選手権、エアニュージーランドカップのカンタベリー州代表チームに入り、ゲームに出場。2007年、スーパー14のクルセイダーズに入り、2008年シーズンまで主にブラインドサイドフランカーとして出場。リードはオープンサイドのリッチーマコウと共に素晴らしい働きを見せる。2008年、 オールブラックスに初選出。スコットランド戦でナンバーエイトとしてデビュー。2009年には、ロドニー・ソー・イロにとって代わり、先発出場を果たす。2019年、トヨタ自動車ベルブリッツに加入。2020年1月12日に、ジャパンラグビートップリーグ第一説、ヤマハ発動機ジュビロ戦に先発出場で、日本での公式戦初出場を果たす。同年10月、 トヨタ自動車ベルブリッツの共同首相に就任。2021年5月15日の日本選手権を兼ねたジャパンラグビートップリーグ準決勝パナソニックワイルドナイツ戦にフル出場も21から48で敗れた後、現役引退を表明。ありがとうございます。